男子とは、いろいろとエッチなことを考えるもの。そのとんでもないエロ想像力は、女子の発想をあるかに凌駕しています。今回は、男子たちに言った、エッチな妄想について、の取材から、特に際どい妄想を厳選してご紹介。官能小説 A の小川さやさんに解説していただきました。1、自分が彼女になって、自分と、A 君、彼女とエッチするときに、自分が彼女になったところを想像します。A、自分が彼女になるって、彼女は？彼女が自分になるのですか？ A 君、彼女は自分にはなりません。自分が彼女になったところを想像して、激しく自分に責められているところを想像すると興奮ですね。女になりたいってことなんでしょうか？ A 君、いやー、彼女じゃないと嫌だし、相手も自分以外は嫌ですね。それは一つになるということ、という A 君なのですが、いかがでしょう、さやさん。さや、エッチの最終目的って、一つになることだと思うんですよ。愛する二人が、とろけて、一つになっちゃう。この彼の想像は、一つになろうとする彼なりの工夫。もしくは、一つになっちゃうことについて、彼なりの表現なのではないでしょうか。健全だと思いますよ。2、食べられて、服まで溶けたところで救出。B 君、怪物に丸飲みされた女性が、胃液で服まで溶かされちゃったところを、救出したいです。え？怪物。怪物はいないですけど、まあ、そこは置いておいて、いることにして、服が溶けたところを救出？ B 君、そう。胃の中で、溶かされる。もうダメだっとなっているところを、救ってあげるわけです。お礼を言おうとするけど、裸になってしまった自分に気がつき、恥じらう。興奮しますね。官能小説への素質がありますね。という B 君なのですが、いかがでしょう、さやさん。さや、なかなか想像力豊かな人ですね。恥じらいは、男子の興奮ポイントなのですが、どんなシーンにおいて、リアルに感じられるか演出するのが難しいんですよ。怪物の胃の中から救出されて、は、すごいですね。官能小説への素質があるのではないでしょうか、彼。3、助けた猫ちゃんが、女の子になって、C 君、拾ってあげた猫が、夜中に可愛い女の子になって、にゃーにゃーと懐いてきたら、興奮します。猫のままじゃダメなんですか？ C 君、猫に興奮しちゃったら、ダメなやつでしょう。猫が変身した女の子だったら、ダメじゃない？ C 君、女の子になってますから。その子は、人間の言葉を喋るんですか？ C 君、語尾にニャがつきますけどね、可愛いエッチしたい、という C 君なのですが、いかがでしょう、さやさん。さや、なんかアニメとかでありそうですね。きっと、エッチなものではなかったにせよ、そういうアニメを見たことがあるのでしょう。それで、可愛いと思ったのではないですか？男子は、一度可愛いと思ったものに対して、エッチな願望達成をしたくなるものです。だから女子も、流行してるファッション、メイク、アニメ、ドラマの主人公などから影響を受けてみると、意外な男子モテを実現することがありますよ。男子たちの信じられないエッチ妄想について、解説していただきました。深く掘り下げてみると、無茶な妄想にも、いろいろな意味が隠されているのですね。勉強になりました。